マリサ。あの一番右のビルよね？ああそうだぜ。正確に言えば、そのビルの地下だ。あの地下で一体何が行われているんですかぞ？おいおい話聞いてなかったな。密売だよ。密売？しかもな、それは、女物の下着の売買をしているらしいんだ。女物の下着を、売買？しかも一度使用されてるものをな。結構高値で取引されているらしいぜ。ああバカバカしい。野郎ってなんでそういうのに興味あるのかしら。へへ、霊夢には一生わからねえさ。あん。たく、依頼人も依頼人よ。また新品のを買えばいいのに、どうしてそれに固執するのか。そりゃよ、学校で娘が別の犯罪組織に下着パチられて、しかもそれを売買されてると知らーな。で、依頼はその取引現場をむちゃくちゃにするのと、依頼人の下着を奪還することだけだったわね。え、ああそうだぜ。それなら、依頼人の下着以外なら私たちが押収しちゃっていいってことよね。はっはっは、考えることは同じだな。これで儲けてまた遊びまくれるじゃない。つまり車借りてレースができるってことだな。借りるどころか買うことが可能かもしれないぜ。マジか、あの竹の、そりゃすげえや。それじゃ、そろそろ悪党から下着を押収しに行きましょうか。あ、そうだな。あ、ちょっと質問だぞ。うん、なんだ？さっきから密売とか売買って、それどういう意味なんだ？パンツどこ行った？やばい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 。え？嘘でしょ？誰かのいたずら？いやそれはありえない。そんないたずらし合える友達なんていないし。え？じゃあ何？まさか本当に誰かに盗まれた？それかこれはいじめか？私とうとういじめられるようになったのか？いつかはいじめられるなとは思ってはいたけど、まさか初っ端からこんな悪質なことされるなんて。え？どうしよう。こういう時どうすればいいんだ？まず先生に。そんな恥ずかしくて言えないし、それじゃノーパンで。いやいやそりゃダメでしょ。ただでさえこんなスカート履いてるんだから、下手したら。じゃあどうすればいいのよー。あれ？私の下着がない。私のもない。私のもありません。じゃあ、きっと変態に盗まれたのよー。あ、仲間いた。それじゃ例のものを出してください。ほらよ、例の物出せ。受け取んな。ほら、お前らも出すもん出せよ、こら。ちょっと待ちな。今これが本当に美少女が使用した下着かどうか調べますから。おう、そらどうなって調べんだよ。私レベルになると下着の匂いを嗅ぐだけでそれが美少女が使った下着かどうか判別することができるのです。なんだと？こいつ変態じゃん。ふむ。文化文化。文化文化。確かに美少女の匂いもしますが、それに紛れて誰も使用していない新品のも混ざってますね。あ、なんだと？何言ってんじゃねえのこら。全然それ変えて。チッチー。我々を舐めないでください。ジャパニーズヤクザフッテーだ。これはビジネスよ。こんなことしてたらあんたらの信用に関わるんとちゃいますか。今回はお目に見てあげます。ですがそちらが提示した金額ではこれを買い取ることができません。いなかったら買い取ってくれるんだい。そうですね。相場の半分でなら買い取りますよ。500万。だと。何だ、それはさすがに困る。そうですか。仕方ありませんね。お前たち。こいつらこの部屋。え？今日限りであんたらとの契約は全てストップさせてもらうで、あんたら様子見や。そんなことしていいんですか？もうあなたたちのところに美少女が履いたパンツが供給されなくなるんですよ。下着ビジネスはお前らの先輩特許じゃありませんで、このビジネスに手を出してる組織は他にも業者による。あんたらの首を手土産に他の組織と友好関係を築くのも悪くない。んじゃ殺すべ。悪く思うな。
お前らか？窃盗した下着を売買してんのは。あ、何やつ。間違いねえぜ、そこに突っ立ってる奴はアトラス組の組長で、そこの下着の匂いを嗅いでる変態クソジジイはモルガーナの幹部のバーナード、エスコバレだ。モルガーナって規模はどれくらいなんだ？世界的に有名な犯罪組織だぜ。わお、そりゃすげえな。そんなところに私ら喧嘩売るんか。ま、ええけど。あ、あいつらは、ゆっくり探偵事務所の極悪3人組ですぜ。またわしらも手の内に気負ったな。だがこれはチャンスだ、この混乱に乗じて逃げるぞ。うっす、かしら。ここら逃げるな。おいよそにすんなよクソジジイ。おしん。おい、おめえもよそ見すんじゃねえよ。黙れ黙れ、てめえが全員皆殺しだ、ゴリラ。てははは、僕たちは楽しいな。じゃあ、くんな。てはは、待て待て。おいおい、フラン、もう追わなくてもいいぞ。はは、行っちまったか。こりゃすげえや、少なくとも100枚はあるぜこれ。商品に傷つけんなよ。とりあえず依頼人の下着回収しといて。もう回収しといたっつの。ここね。私のパンツを売買しようとしてる輩はこの地下にいるのね。あ、そうさ、新進会のゲロ3対4はこの地下であのアトラス組の奴らが盗んだ下着を売りさばいてるらしいんだ。絶対に許さないんだから。いやー、お助け。待て待て。な、何か地下であったっぽいね。よし、そこ。はっは、大量大量。さあ、下着でどれくらい稼げるのか楽しみだぜ。おやんたら。あん、なんだぜ。その下着、一体どうするつもりなの？なんか物騒なもの持ってんな、この嬢ちゃん。あ、これか、これはさっき下着窃盗犯から押収したんだ。ちゃんと警察に渡すから安心しろ。ふん、そうなんですか。じゃあ、その、あなたが持っている下着、私のなんで、今すぐ返していただけますよね。は、何言ってんだ？これは依頼人のパンツだぜ、嬢ちゃんのパンツじゃねえよ。いや、そんなはずはない、確かに今日履いてきたのは紛れもなくそれなの。やっぱりあなたたちね、みんなの下着を窃盗したヤクザさんは。マリサ、瞬間移動の準備。へいへい。はぁ、誤解すんなよ嬢ちゃん。私らがそんな社会のクズどもに見えるか。はい、見えますが、何か心配だな。私悲しいな、社会のクズどもと間違えられて返さないとやれ。やらせない。な、ふふ、何かを取り出そうとしてたみたいですが、バレバレですよ。どうせ拳銃を取り出そうとしてたんじゃないですか。うん、あれだ、バナナ。ひでよひでよ、俺たちは最後にバナナが食いたかっただけなのによ。最後の晩餐にバナナ食うくらいいいじゃねえかよ。これ食い終わったら実施しますから。え、あ、本当にバナナだ。まあ、最後にバナナ食べるくらいいいか。それで素直に自首してくれるなら。ありがとうよ、嬢ちゃん。恩に切るぜ、嬢ちゃん。はい、引っかかってやんの。え、あ、ちょ、ケン君そっちに誰か行った？え、いや、誰も来てないよ。嘘だ。はは、それにしてもほんとそれ便利な。それな。これもうチートだわな。なあ、マリサ。どうした、霊夢。いや、あのさっきのスカートおかしかったやつさ。なんかどっかで会ったことなかった？うん。気のせいだろ。そっか。ご視聴ありがとうございました。うちの田中が作った茶番劇、いかがだったでしょうか？よければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。